くぜ。レッツ。あ、ならない。ゴー。ポーションやってえい、暗闇つけて、よし、大きいね。で、ガードも扇オンになってる攻撃。一浴び。引きが悪い。攻撃。レメゲドンね。ポーション。攻撃リア。溜まってきてるな。まだいい。で、一浴び打って、ああ、そっか、普通にこれでいいか。で、打っとくか。打っときましょう、これ。あ、普通になんかいけちゃったわ。まあいいや。扇打って、まだいいな。攻撃。ポーション貯めて。弱体無効とかだったらいいんだけどな、このバリアじゃなくて強すぎるか、そんな扇打つたびに弱体無効強すぎるっぴ、そんなことしたら。カット入ってるからいけんやろ。弱体性そろそろ入ってほしいんだけどな。入った。簡単か。一回ガール積んどこう。これで回復してるね。よし、まあガードも入るし大丈夫やろ。あっぶね、ここで浴び封印でよかった。マジで効くねー。よーし、インテンスガチャすぎる。そう、ガチャガチャだから。楽しい楽しいガチャガチャの時間ですよ。あー、これやべえかもしんねえ。よかったー、ディスペル。よし、ただちょっとペースが速いかもしれん。
まあでもかといって、かといってなんだよな。まあ一回ガール積んどこう。アウェイ封印食らいます。まあ2個だったらええでしょう。まあ、ガードね、1アウェイ打っとこう。まあこれでまた多少回復するね。うん、4アウェイ打っとこう。あ、早すぎるかもしんねえ。早すぎた埋葬。5だな、これ。4無理だ。5で行くしかないわ。5で行くしかないですね。いや、できれば4で行きたかったな。よし。あめちゃくちゃ回復したな。3、4回待ってたから。うん、体力が違うんだよな。でもベリアルで下がってるんだよな。だからまあ4つ道中2個くらい生成してブルゾージルを2本生成して2本今回消費してみたいな。まあ、そこでイーブン取れんじゃないかなっていうところで、一発ガードが。そしたら穴剣って 50% からだっけ。ガードしといた方がいいかな、この2人、この主人公とスルムは。やっといて、うん、そうだな、主人公と、2人はガードしといて、で穴剣来るでしょ。穴剣来ますってなったらキュアポ2個でいい。ここキュアポ2個にしよう。オルポは次に使う。ここガードで1万残りますと約。はい、ここガードしまして、ギリ耐えそうだな。でもあ、いけるな、これ使わなくていいな。使わんでいい、ガードしたから。なぜなら、はい、あー迷うな、ここちょ耐久力を高めていきたい。なんかいけそうだな、オルポ使わなくても。まだいけるな。まだいい。まだいい。変化も来てるし。うん。ただ、暗闇付与したいからし、やっとこうかな、やっぱ。いや、まだいいか。うん、まだ変換来てるからいい。まあ、こいつだけじゃあ、エッセルだけガードしといて。で変換なくなったから、怖いからな、なんか踏むのが。まあいいや、これでこれだと回復しない気持ちで、残りは回復しない気持ちで変換であれば。うん、ただ俺ガバって変なの押しそうだから、まあ一応保険で、まあキュアポさえあれば 25% はなんとかなると思うから、37か。
まあ、まあ取っといて全然大丈夫だな。初手 25% で無敵付与しちゃえばいい。4浴び。弱体勢入っていくかな。うん、ここで4浴び使うのちょっと怖い。 10% でって感じだから、でも使いたいな。いや1浴びで我慢できるな。まあ全然いける、全然いける。まあ使わなくていい、全然4浴びはいいですね。気持ち怖いからアテナは全然体力余ってていいから使っちょいて、まあ、エッセルは25で落とすから回復しなくていい。よし、ここでフェイタルチェーン祭り来る。まだ分からん。でもフェイタルチェイ祭りが来て、でもう一発耐える。でここ来るね。間違えた。まあまあまあ今25になるからもうこれで。へー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 。ああこれ押せばよかったな。これ25変わった瞬間になるんだっけ、これ。怖いな。まあ、とりあえずガードでいっか、そしたら。あ、でもこれ CT マックスになるな、これ。どうしよっかな。一応1回4アビ使ってこのスツルブの回避を消したくないから1回使おう。これパラディオン、ここでこれ使っちゃおう。スツルブの弱体無効を使いたくないんで。うん、なってるね、ちゃんと。まあこれで、あー、まあなんかあんま意味なかったけど、よし、震えるぞハート。ん、ディスペル打ってこっからずっとガードなんだが、まだ耐えるな。2万はまだ耐える。ここでスルムやってくれる？うん、いいね。いいね、スルム。いいよ。で、キュアポーションも生成しとく。ちょっと怖いから、主人公回復しとこう。これ、まあ、まだ見ていいでしょ。10分ある。ちょっと5分まで、ちょっと。様子見守りながらやりたい。まあここはいい、見なくて。ああ、はまっちゃった。たまっちゃってる。うん、まあスローね。奥義全消費とかあんま関係なくて、でこれで、あ、間違えた。ニュートリエント順番間違えた。まあ、これでカバーリングしていくしかない。あ、弱体無効ついてるのかってか。うん、じゃああんま関係なかったか。ここもガードで。もう火力源が、スツルムのニアビですね。スツルムじゃねえわ、アテナ。ゴエティーヤ来て、
ああ順調だな、まだ今のところは。で次キアポクル、うん、キアポもらっとこ。でバフ漏れるね。じゃあ一応念のためお祈り、お祈り会、お祈り幻影しといて、ディスペル、スツルムの反撃と、そう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 、まだ回避はあと一旦ある、あと一旦あるんで、まあ普通に攻撃しちゃうか、火力上げて。で、あの弱体無効もついていて、あの主人公のニヤビがあるから、ああ忘れないうちに。やった俺もしかして、やっちゃいましたもしかして。まあでもまあニヤビあるからガードして、あちょっとやったな俺怖いからこの2人は回復しとこう。まあ最悪こやつは死んでも問題ないから、うんうん、で今どうなってる。いろんなアビリティついてるからすぐに回避なることはないね。うん、でニヤビ打って、よしガード、よーし、まあ、弱体無効ついてるしな。まあ怖いから一応幻影だけ先に打っといて、まあ死ぬかもしれないからこやつが生きてた以外に。時間7分、ちょこっと心配。あ弱体向こうついてるわ。キアポ、あー CT 上がっちゃった。あ今上がんなくてよかったんだよ。今マックスになってる状態の時はあのアナケン来ないから今の正直失敗ですね。ガバその状態でリンゴの時はならないから、ガバリティ、あやっべ危な、忘れてた、あっぶねー。ガバリティしてましたね。また油断も隙もあったもんじゃない。まあそりゃそうだろうな、回避入れたから。まず忘れんうちに回復入れて、先にこいつを入れなきゃダメ。まあ一応暗闇入れとくか。ただ勝つこと前提なんですよ、全て勝つこと前提。そう感動する、クリサイさんいらっしゃい。せやね。どういう状況今。あーまずいね、何かで上書きしとこう。ニュートリエントでもいいんだっけ。タンタン HP バグってるよ、表記バグ起きてますね今。表記バグが起きてます。
よいしょ、フェイタルチェインできない。あ、ダメージが出るときに両方してるから、そういうことなんだ。そういうことだったんですね。え、なんでこいつ受けないの。でもこいつ落ちないとダメ。よし、いいですね。ここで疑問なのが、あ、やばい、時間ねえな。アラナン、アラナン出したほうがな、アラナンフィールド貼ったほうがいいんかな。アラナンフィールド貼ったほうがいいんかなと思って。アラフィフフィールド貼ったほうがいいかなと思って。じゃあ、アテナ落とそうかな思ってます、ここで。ディスペル、ここで落とします。はい、ここだっけ、待って忘れちゃった。レメゲドン、あ、どうなんだっけ。え、待って待って待って、こ教えてくれ。え、待って、レメゲドン食らってからだよな。レメゲドン食らってから、え、待って待って、教えて教えてえ、どっちだっけ、レメゲドンどう忘れした、どう忘れした、レメゲドンだよな、そうだよな、ここじゃないよな、ここじゃない、ここだ、いけ、 5% あざす。あ、間違えた。やべえ、間違えた。あ、やったかもしれん、また。またやったかもしれん。いや、これさ、あれだな、30%。あ、ダメだ、扇打てない。わー、頼む。お、これ、おいのに正代で、こう、扇の威力も、加味して。あー、頼む頼む、ダメだダメ、いけるか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 、頼む、行ってくれ行ってくれ、いけーいけー、行ってくれ、勝ってくれ、やった勝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 った、やった勝った、やったガッツー、あざーす、やった、バリバリに緊張して今。いや、これアラナンフィールド貼ってなかったら勝てなかったな。よかった、判断して、俺ちゃんとちゃんと判断したちゃんと判断しました、ありがとうございます。おはよう、ヤミパ家族、こんばんは、お疲れ様です、ありがとう、どこ来たー、どりゃあらなんだし、よかった。本当にギリギリだったね、今。1% でスツルム。でも、ワンチャンスツルムのクオン上げてなかったら無理だったかもしれない。あと、扇にしなかったらダメだったね、多分。いろいろ重なったわ。いや、よかった。マジ、マジ、あんだけね、あんだけやってたのに。
ごめんだけど、おとなしみでたよ。ありがとう。ありがとう。Thank you.